今日のゲームハイライトで振り返ってまいります。ホークス先発は大関です。立ち上がりワンアウト水谷取った後、清宮をファーストゴロに打ち取っていきます。今日は清宮に対してしっかりとまずね、いい攻めをまず見せていきました。そして郡司もショートゴロ、三者凡退のスタートです。2回の裏、今日ファイター先発は伊藤博美です。まあ、伊藤博美も立ち上がりから良かったですね。良かったですね。本当にコースコースしっかり投げ切られてましたね。山川、近藤もしっかり打ち取って、正木は内側から入ってくるスライダー、フロントドアのスライダーで三者凡退。3回です。ツーアウトランナー2塁と大関が初めてランナーを出して2塁に行っていますが、バッター水谷、ここはかなり曲がるスライダーで三振、ゼロに抑えます。ここまでノーヒットに抑えている大関。そして4回です。ワンアウトランナーなしからバッター栗原、初球カーブでしたがよく持ってきました ね、 ね、取りに行ったカーブをね、勢いで仕留めましたんで、まあ、さすがの1本ですね。まあ、ここまで好投の伊藤博美から先制のソロホームラン1対0。大関もノーヒットを続けながら5回に来ます。ワンアウトから石井に対しても、まあ、いい攻めで空振り三振、万波も内側詰まらされてセカンドゴロと三者凡退に抑えます。うまく川瀬も対応しました。そして7回です。まあ、1対0のまま7回に来ましたが、大関ワンアウトランナーなしから、まあ、レイエス、この詰まった当たりのヒットが実は今日のゲーム初安打だったというファイターズ。7回ノーアウトのところまで大関がワンアウトのところまでノーヒットを続けていました。でその後ダイソー磯又出て、で松本剛レフトフライの代打野村がこの初球第2号逆転ツーラン。よく代打で出てきてね、変化球を1球で捉えたなというすごかったですね。2対1形勢逆転で、ここで伊藤も気合があります。7回ツーアウト1、3塁とホークスチャンスを作ったんですが、柳町空振り三振、渾身のストレートでした。チャンスを生かせなかったホークス。8回です。ワンアウトランナー2塁、逆転入りしましたが、大関がその後よく投げましたね。投げましたね。谷選手もね、粘り勝ちですし、清宮選手ね、今日調子いいバッターをしっかり抑えてますね。完璧でしたね。大関は8回2安打2失点で交代。で一方でファイターズは7回でまだ余力のあった伊藤を変えて宮西を上げて、宮西がしっかり、まあ、ツーアウトを取ります。まあ、とはいえランナー優位に置いた状況、その後、まあ、今には打球はレッドフライ、まあ、池田が抑えて、宮西は前人未到通算400ホールをこのゲームで達成いたしました。あとファイターズとしてはこのリードを守るだけという状況なんですが、9回ノーアウト満塁をホークスが作りました。そしてバッター正木、まずはライトへ犠牲フライでホークス同点とします。2対2、さらにワンアウト2塁3塁、バッターは柳町、直球を捉えてセンターへ抜けてサヨナラヒット、シーズン初のサヨナラヒットとなった柳町、ホークス7回目のサヨナラ勝利、3対2でホークスが勝利を飾っています。